めたの？トーマ君、目の前の敵に集中しなさい。使えないなら神経接続を解除しろ。隕石によって使徒が来たんでしょ。正直もううんざりです。起立。ね、ありがとうございまし ました。世界を守る重責を終えるのは選ばれし者だけ、つまりはエリート。そんなにも偉いの？エヴァンゲリオンのパイロットじゃん。あんたバカ、声が大きすぎんのよ。父さんからエヴァだってもっといいことに使ってあげればいいんだよ。もう自由にさせてよ。自由になりたいんだ。まさかスト、いや、エネルギー反応はない。一体何なのこれ。主電源全回路接続。主電源接続完了。起動用システム稼働開始。稼働電圧臨界点まで 0.7、0.5、0.2。 臨界点突破できません。第6ステージ異常発生。カルス逆流。また同じところで誤差どのくらい？誤差 83% を超えました。目撃証言もどれも整合性が取れず信憑性に欠ける。何が言いたいの？人は強いストレスや思い込みによって記憶違いを起こすわ。でも私は使徒を見たの。煙の上がるクレーターから這い出てくる大きな使徒。その人に両親を殺された。私の中に残ってるのは憎悪だけよ。どうも。な、何してるんですか？ん？ああ、畑の世話をね。よかったら、ほら。いいんですか？もちろん、どうぞどうぞ。ほら、ありがとうございます。そうだ、エヴァンゲリオンって知ってるだろう？え？は、はい、まあ、あれを操作するのはどんな人たちなんだろうね。心配ご無用、あっという間に倒してみせるわ。だけど日向、一つ残念なお知らせ。え？相手は水のエネルギーによって創造された使徒ガブリエル。エヴァメーターがタイプファイヤー。戦略コード C-22。 厳しい戦いになるかもしれない。厳しい戦い？私のこと見くびらないでよ。ちょっと日向、私はまだ攻撃の指示を出してない。昔の俺ならきっと許さない。あなたの息子カノートーマ君はなぜ消えたんですか？トーマのことはどうでもいい。カノーさん、罪を償う時です。次の戦いのこと考えてるなんてさすが日向だね。当たり前でしょ、あんたらだけにエヴァを任せておけないもの。早く怪我を治して勝って勝って勝ちまくるんだから。ねえ、そんな風に生きるのって疲れない？思うような結果は出たかな。トモリ君、大学の頃と変わらず研究熱心だね。ちゃんどうしてトモリ君が？まあちょっと野暮用でね。何野暮用って？まあまあ、エヴァに乗って危険な戦場に行くのは子供たちだ。君じゃない。君は子供たちに戦争に行って死んでこいって言ってんだ。14歳の子供たちをエヴァの子宮に詰め込んで戦争の道具にしてるんだぞ。やったな、やったな、僕から奪ったな。返せ、返せ、返せ。僕は褒めてくれないんだろう。君が奪われた、君を奪われた憎しみを悲しみを全部使徒にぶつけた。自分はこんなにもこんなにも残酷になれるんだって。君のためなら。勝ったのに僕は空っぽだ。